まあ、それまでに今日を含めてリーグ戦2試合ありますけれども、さらに良い状態を作ってファイナルに臨む、そういう形が理想ですね。まあ、試行錯誤しながらということで今日のメンバー構成になったんだと思いますけどね、はい、ショートパスつなぎながら相手を動かして、まあ、フィニッシュまで持っていくという形だと思うんですよね、はい、いや、いいチーム作ってきてるんじゃないですかね。本当ですよね、はいはい、さあ前半がスタートしました。まずはアルビレックス左の長戸、そしてまた天野です。長戸を使います。アンデルソン・ロペス、オフサイドです。完全に今出ていました、アンデルソン・ロペス。藤原ですかね。あ、ちょっと今おっしゃった通り明らかに前に出てましたからね、はい、太田が入れてきます。これも弾いたのはイクラです。足元左持ち帰って打った、こぼれ球はもう一度シュートだ。長倉がセカンドチャンス足を振りました。これもまだ繋がってます。富足元、橋本の左のクロスも質が高いですね、厚みのある攻撃でしたね、新潟ね。太田が入れて長倉を収めた。長倉、長倉打たずに落とします。太田クロス、セカンドボール、秋山打った。ここは F マリノスがなんとかブロックしました。そしてターンしたのはエウベルです。4対3、ヤンマテウス、エウベルとワンツー、ヤンマテウス、よく手が出ました小島です。今 F マリノスは 4-4-2 の3ラインでブロックを作りました。前にはアンデルソン・ロペスとエウベル、ボックス内、小野が打ってきた。ループでコントロールショット、可能性を感じるフィニッシュでした。ヤン・マテウス、ちょっとサポートが少ない状況です。ヤン・マテウス、井上、井上打った。ラインを下げないといけないですけどね、一度ね、はい、ここで前半終了の笛が鳴りました。結局0対0、まあ、お互いにほぼ決定機のない前半になりましたね。そうですね、なかなか決定機を作れなかった両チームとも言えると思いますね、はい、リーグ戦ではここまで上中3ゴール、それ以外天皇杯とルヴァンカップでも3点ずつ取っています。まあ、上中にしてみたら、セカンドボールは長谷川です。長谷川、うん、狭いところを通そうとしました。セカンドボール宮本、さらに拾って太田が打つ。まだボックス内、ここでなんとか長戸が蹴ってエウベルへ。上中です。折り返し、もう奪った、シュートだ。これはもう一度シュート、最後は山根で、ここでですね、 F マリノス陣内でボールを動かしたいですよね。カットイン、バイタルに入ってシュートだ。ディフレクト、回していきます。長倉、最後のタッチちょっと大きくなりました。ただ藤原がワンタッチで縦、さあダニーロゴメス、ロゴメス、おスペースをついた、欲しい。いいランニングでしたけどね。そうですね。さあどうするか。アンデルソン・ロペス、クロスバー、落としきれませんでした。